のプロトンロケットを下に開発されたロシアの大型打ち上げロケット。グラオインデックスでは 8K-82M や 8K-82KM と表される。クルニチェフで製造されており、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地81番車点や200番車点から打ち上げられる。商業打ち上げは、初飛行は2001年4月7日に行われた。 組み立て完了したプロトン、M プロトン M は3段構成であり、そのすべてが4酸化加日素と、非対称ジメチルヒドラジンを利用した液体燃料エンジンである。第1段は、他の2段と同様の直径の中央酸化剤タンクの周囲に、それぞれがエンジンを持つ6つの燃料タンクが取り付けられて構成されるという特徴的な構造となっている。第1段のエンジンは、 最大限の水力変更制御を提供するために元の位置から接線方向に7度旋回することができる。プロトニエムがこのような設計となっているのは物流が原因であり、酸化剤タンクと上段の直径は鉄道でバイコヌールへ運ぶことのできる最大寸法となっている。ただし、バイコヌール内には十分な空間があるため、バイコヌール内では 完全に組み立てられたロケットが再び鉄道で移送されている。第2弾は伝統的な円筒形設計となっている。3機の RD-0210 と1機の RD-0211 エンジンが推進力を発揮する。RD-0211 は RD-0210 の派生型であり、燃料タンクを加圧する役割も持つ。2弾目は1弾目との分離数秒前に点火を、 行うため、排気を逃がせるように1段目と2段目はしまった、段間ではなく網構造でつながれている。水力変更制御は、エンジンのジンバル機構により行われる。第3段も、従来型の円筒型設計であり、最初の3段すべてのアビオニクス装置と、RD-0212 エンジンモジュールからなる。RD-0212 エンジンモジュールは、 RD-0210 エンジンの固定版である。RD-0213 エンジン1機と、水力変更制御のために利用される4ノズル型、バーニアエンジンの RD-0214 エンジン1機を、組み合わせたものである。RD-0214 のノズルは45度、回転することが可能で、これらは適当な間隔を空けて、RD-0213 の周辺に配置され、 RD-0213 のノズルの適度な髪型に取り付けられている。プロトン m では下段に構造重量の減少、水力の向上、少ないながらも未使用のまま残余していた燃料のより完全な使い切りなどの修正が行われている。第1弾では閉会路式誘導システムが利用され、これはより完全な燃料の使い切りを可能にする。これらによってロケットの能力は 以前の派生型に比べて増大しており、落下時に下段に残っている有毒化学物質の量を減らすことになった。プロトン M は低軌道であれば21トン、上段を加えると、対地同期軌道に3トン、静止トランスファ軌道に5.5トンを投入できる。また、外国の部品供給会社への依存を減らす取り組みも行われた。大抵のプロトン M の打ち上げには、 搭載貨物をより高い軌道に投入するために、ブリーズ M が上段として使われる。また、ブロック DM も上段として使用されており、ブロック DM-2 を上段に利用したグラネス衛星の打ち上げは6回行われており、さらにブロック DM-03 を利用したグラネス衛星の打ち上げが2回行われている。DM-03 は合計5回の打ち上げに使用される予定であり、 さらなるグラネス衛星の打ち上げは2機のエクスプレスと一緒での打ち上げが計画されている。2013年時点で上段を伴わないプロトン M の打ち上げは行われていないものの上段がない状態で国際宇宙ステーションの多目的実験モジュールと欧州ロボットアームを打ち上げることが明らかにされており、現在の予定では2017年に一緒に打ち上げられる予定である。 2007年7月7日、インターナショナルローンチサービシーズは、プロトン M 増強型の初打ち上げを行い、Direct TV-10 を軌道へ投入した。これは、プロトン系列として326回目の打ち上げであり、プロトン M、ブリーズ M の16回目の打ち上げで、ILS によって行われた41回目のプロトン打ち上げであった。この形式は、 より効率的な第一弾エンジン、アビオニクスの更新、より軽い燃料タンクとより強化されたブリーズ M のバーニアスラスタ、第一弾のより薄い燃料体育壁や他のすべての弾での複合材料の使用など、ロケット全体の質量の減少などが特徴となっている。この派生型の2度目の打ち上げは2008年8月18日に行われ、インマルサット4回3を軌道に投入した。 プロトン M の基本型は増強型の優位性から2007年11月に退役した。ILS の CEO のフランク・マッケナは2010年には、静止トランスファ軌道に6.15トンの打ち上げ能力を持つプロトン設計のフェーズ3が ILS の標準構成になると示した。2011年10月19日、プロトン M、ブリーズ。 M フェーズ3によって6.740トンのビアサット -1 が静止トランスファー軌道に投入された。一般的にプロトン M はブリーズ M を上段に搭載することが多い。プロトン M はブリーズ M、貨物接続部、貨物などから構成される軌道用ユニットを弾道軌道に近い軌道に投入する。1段目と2段目とペイロードフェアリングは予定された落下地点に落下させられ、 三段目は海上に落下する。三段目の分離後、軌道用ユニットは短時間滑保し、その後ブリーズ M が燃焼を行い軌道傾斜角51.5度、近地点1 7 0トル、遠地点2 3 0トルの宇宙大気軌道への軌道投入を達成する。ミッション計画者用ガイドはまた64.8度と72.6度を宇宙大気軌道としての標準的軌道として、 言及している。その後、ブリーズ M は、最下それぞれの最終軌道や、繊維軌道への投入のための軌道、マヌーバを行う。繊維軌道が使われる場合、最下自身の推進系を利用して、最終、マヌーバが行われる。組み立て棟で展開を待つプロトン M2015 年5月時点で、100機以上のプロトン M が打ち上げられており、そのうち10機が打ち上げに失敗している。 このうち4機がプロトン M 自身の問題によるもので、5機は上段に取り付けられたブリーズ M の誤動作と予定外の軌道への投入によるものであり、1機は上段に取り付けられたブロック DM-03 が誤って多くの燃料を投入され、軌道投入には難しい位置にプロトンが残ってしまった。二千七年九月、日本の通信衛星 j c s a t 十一。 を搭載したプロトン M、ブリーズ M は予定高度到達に失敗し、カザフスタンのウリタウチクに落下した。調査は損傷した加工ケーブルによって第一弾と第二弾ロケットの分離に失敗したことを原因としている。2013年7月、クローナス衛星を積んだプロトン M、DM-03 は打ち上げ直後に爆発した。 ブースターは打ち上げ数秒以内で垂直軸から左右に揺れ始めた。奇跡誘導コンピューターによる飛行軌道補正の試みに失敗し、最終的に回復不能の傾斜になった。上段と最下は、初段が粉砕されて、炎が噴出したことによる力を受けて打ち上げ24秒後に外れた。地上との衝突は打ち上げ30秒後であった。最初の調査報告では、 ヨーイン具を行う3つの初段角速度センサーが間違った方向で取り付けられていたことが示された。エラーは主要センサーだけでなく上長センサーにも影響を与えたため、ロケットは要制御ができなくなり失敗に至ったとされる。テレメトリ情報はパッドからの接続ケーブルが予定より早く切り離されていたことを示しており、これはプロトンがエンジン噴射が全力になる前、 数十分の一秒早く打ち上げられたことを示唆している。2014年5月、プロトン M がエクスプレス。2013年の問題とは違い飛行開始の9分後に3段目のバーニアエンジンの1機が停止し、高度制御が不可能になった。自動停止と自爆指令が行われ、上段と搭載貨物の残余が中国北部に落下した。調査委員会は失敗は、 ターボポンプの一つが台座から立たれ燃料配管が破裂したことによってバーニャーエンジンが水力を失ったことに由来するのではないかという結論を出した。2015年5月、メキシコの通信衛星を搭載したプロトン M が3段目の問題から打ち上げに失敗し喪失した。ロシアの情報によると2014年と同じ問題だったことが示されている。 他のプロトン M の打ち上げ失敗として挙げられるものは、積み荷をより高い軌道へ持ち上げるために取り付けられる上段ドケットが原因と見られている。2010年12月5日、上段と積み荷は1.5トンの液体酸素を積んだことによる上段の過負荷のため軌道速度の到達に失敗し、結果として搭載されていたグラネス衛星3機が失われた。2006年2月のアラブサット 4A、 2008年3月の AMC-14、2011年8月のエクスプレス AM4、2012年8月のテルコム3号とエクスプレス MD2、2012年12月のヤマル -402 の5回の打ち上げは冗談であるブリーズ M の問題で失敗している。数年間の運用寿命を減らす代わりに軌道を補正したヤマル -402 を除いて、 全ての衛星が利用不可能であり、a m c 1 4は持ち主であったせが、本来の任務を達成できないことを知った後、アメリカ政府に売却された。2013年7月のプロトン M の打ち上げ、失敗によって、ロシアの宇宙産業の大きな再編が行われることとなった。失敗の3日後、ロシア政府は、極めて厳しい措置が行われ、我々が知っている。 宇宙産業の終わりという結果になると発表した。ロシアの副首相、ドミトリーロ・ロゴージンは、失敗の多い宇宙部門は、問題の解決に、国家の監視が必要であるほど問題があるとした。ロシア連邦政府主導で2013年8月に、公開株式会社として、ロシアの宇宙産業分野の統合のために、統一ロケット、宇宙会社が作られた。プロトンロケットの燃料である。 期待生じメチルヒドラ人と、その他のロシアのロケットなどから生じる破片は、ロシアやカザフスタンの地域を汚染していると主張する。批判が存在する。住民はいくつかの打ち上げの後、酸性雨が降ったと主張している。クルニチェフ社副長官のアナトリーク人はこれらの主張に、対し、我々はこの問題に対して、特別な研究を行った。大気の賛成度は、 ロケット打ち上げの影響を受けておらず、この有料とロケットの燃料成分や、あらゆる宇宙活動の影響とのつながりを証明するデータはないとして否定している。ありがとうございます。